消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがあよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。まあ、チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、まあ、もちろんで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日、引き続き、カムイスポーツ所沢店さんに来ております。カムイさん、いつもありがとうございます。はい、で本日撮影、まあこの前の動画でも言ったかもしれないですが、4月の10日、となっているので、まあ4月ね、今もう多分部活体験が終わってそろそろ部活入るかなといったところなんですよね。でその時にちょっとこちらを、新入生おすすめグローブとなってます。でそのグローブがちょっとね、桜があるんで、グローブ各種さらに値下げと、もうね安いグローブがさらにお安くなってる。でこちら公式コーナーなんですよ。なんで本当に新入生に向けてかなりね、お買い得なグローブがあります。ここ公式特化グローブ、ここ全部なんですよ。カメさんってもともと安いんですけれども、さらに安くなってる、というのでその中から僕何個かちょっと見ていこうかなと思います。はい、それでやっていきます。はい、じゃあまず1個目のグローブなんですけども、こちらですね。はい、グローバルエリートで H セレクション公式はですね、こちらがタータン系のウェブの黒い内野手用なのかな、オールラウンド内野手用、あ、こちらオールラウンドの公式用のグローブとなっています。サイズは10、まあだからそうですね、ちょっと大きめの内野手用って思えばいいのかなと。オールブラウンドなんでね、最初に買うには本当にもってこいのグローブ、しかもグローバーでエリート。こちらのグローブ定価で5万円なんですけれども、1万円ぐらい引かれてますね。てか1万円以上引かれてるのか、4480円、かなり引かれてますよ。別にこのグローブなんか変な型がついてるかっていうわけでもなく、単純にお安くなってる。まあさらに、まあ、片付け済みだからね、それはね変な型なんかついてないよねっていうような、グローブとなっています。だからあのいきなりね、軟式上がり、軟式中学の部活上がりの生徒がいきなりね公式のグローブを使ったら硬いなっていう方もいるかもしれないんですけれども、片付けをされているのでしっかりと最初から即戦力に使うことができるよというようなグローブなので、本当にポジション固まってない人にかなりおすすめですね。はい、じゃあちょっと他にもたくさんあるので次行こうと思います。はい、じゃあ2つ目ちょっとね、こちらは、はい、キャッチャーミットです。ザナックスの、こちらはザナパワーシリーズ、こちらザナックスだったら比較的お買い求めしやすいシリーズのグローブとなっています。でこちらもやっぱりね31,480円、はい、かなりお安いですよ。でもう今まで中学校の時、部活、軟式の部活でキャッチャーやってました。高校でもキャッチャーをやりたいです。まあね、今後のチーム方針的にどうなのか分かんないですけども、僕はキャッチャーで勝負していきたい。でも軟式にと多分辛いよな、実際辛いんですよっていう時にはこういったね価格帯のキャッチャーミットもありますので、かなりいいなと思います。でこちらもねありがたい、本当に片付け済み。キャッチャーミットの方ってつけるのかなり難しいと思うんですよ。で軟式と公式でちょっとあのミットのね型の付け方が違ったりっていうのがあるので、そういったところでは最初から公式に合っている型をちゃんと最初からつけてくれてるっていうのはすごいいいなと思います。でミットの特徴としては本当にオーソドックス、みんな使いやすいかなというようなので、使い方がいきなり難しいミットを使うっていうのもないですし、だしね、これ別に新入生で買ったとしてもしばらく結構使えそうだなっていうような、その丈夫さっていうのかな、はめて、まあ握っては今もちろんいないんですけれども、はめた感じでもかなり今後ずっと使っていけそうな感じのミットとなっています。で、あとこれデザインめっちゃ良くないですか。黒ミットにステッチ水色なんですよ、サックスステッチ遊んでるんですよね。そういったところもかなり僕はおすすめポイントだなと思います。はい、じゃあまたちょっと別のグローブいってきます。お次のグローブはこちらです。アトムズです。はい、こちらねアトムズさんが安くなってるんですよ。でこれ安くなってる理由が色落ちがちょっとされちゃってるんですよね。まあでも色落ちオイルだけ塗ってけばね、まあどうにかなるしっていうような感じなので、最初まあそれこそさっきキャッチャー編で言いましたけど、もともとね中学校軟式ピッチャーやってました、高校でもピッチャーやりたいです、本当にピッチャーやりたいです
意思がありますっていう方なんかには、まあ、最初からピッチャーを買うっていうのも別にありな話だと思うので、高校の件で話してましたけど、中学でボーイズ、中学公式か、ボーイズ、シニア、ポニーなんかでもいいんじゃないかなと思います。幅がテラダレザーですよ。僕ね結構テラダレザー大好きで、もちっとしたちょっとね、ジュテルとはまた同じ後藤さんで使われているジュテルや裏紙とはちょっと違ったような、まあ、もちっとしたような感覚、僕結構好きなので、あの手なじみもいいと思うんですよ。なのでそういったことを考えてこのグローブが安くなっているっていうのはすごいお買い得だと思います。見てくださいこれ、29,800円、税込みでですよ。もはや3万円切っちゃってる公式用と。かなり本当にいいと思います。そう、もう本当にピッチャーをやりたいっていう方でもいいですし、で逆にこれもう3年生からピッチャーになりましたっていう方にもいいんじゃないかなと思う。もう引退まで短いじゃないですか。そういった時にあまり高いグローブを別に買わなくても質のいいものが手に入るという点では、もう本当にかなりおすすめです僕の中で。はい、はい、じゃあ最後のグローブが、はい、こちらですね。 Z クロステですよ、クロステ。こちら左投げ用、左利き用の外野手用です。左利き用も特化にあります。革質がなんか落ちてるっていうわけでもないし、ちょっと多分これ旧モデルだから安くなってるのかなっていうのもあるんですけども、いい感じのツヤも出てる、オレンジ色でっていうような感じですね。で左利きの方って、まあ、基本的に、まあ、守る場所がピッチャー、ファースト、外野じゃないですか。まあね、最悪ファーストの最初の練習もし入ったりとかしても、まあ、外野中央だったらファーストに行ってる、第4にもまあなるのかなと。もうポジション決まったらまあねっていうのもありますけれども、でなおかつ、まあ、外野手だったらそのままずっと使える、クロスですし長いので、これはね本当に僕ありだなと思いますね。こちらも安くなってますよ、38,500円、4万切ってるよクロスで、公式用で。やばいやばいやばい、だって元5万ですからね、5万プラス税が4万切ってるんですからね。お買い得以外の何でもない、本当に超目玉。左利きの人、これも急いだ方がいいかもしれないですよ。他にもね、SSK があったり、ウィルソンがあったり、いろいろな、あのザナックスもね、トラストシリーズがあったりとか、新入生の方、まあ、高校1年生、中学、公式の1年生なんかには、まあ、すごくね、いいんじゃないかなと思いますので、まあ、お母さん、お父さんにも優しいし、カムイスポーツ所沢店さん、ぜひ。皆さんいらしてください。カムイスポーツ所沢店のインスタグラム、各種アプリ、の情報に関しては、概要欄にありますので、皆さんそちらの方もチェックの方よろしくお願いいたします。ということで本日はカムイスポーツ所沢店さんで特化グローブ、まあ、新入生向けのグローブの方を紹介してきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。新入生入学おめでとう。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。ありがとうございます。